新年明けましておめでとうございます。あなたの理想不動産です。皆様はどうお過ごしでしょうか？私はというと新年から、物件の撮影に来させられております。本日訪れたのは、小岩。それもあのハゲ上司から。小岩に2023年一番暑くなるだろう。物件を見つけたから休みの中。申し訳ないけど行ってきて。と無茶ぶりをされました。私自身、新年一本目にふさわしい動画は、何だろうとずっと悩んでいたので、まあ愛するリスナーさんのためだし、ハゲ上司のためじゃないし、と、思い腰を上げて、撮影に向かっております。今回のテーマは、2023年一番暑いだろう、格安タワマン。当チャンネルでも多くのファンがいる、格安タワマンから、内見始めをしていきましょう。小岩駅は、JR 中央総武線各駅停車の停車駅で、新宿をはじめ、錦糸町や秋葉原、お茶の水へ、乗り換えなしで行くことができます。そして今回のテーマである、なんで小岩が2023年一番暑いのかというと、実は小岩では、近年再開発が進んでいて、今後駅周辺に商業施設やマンションが、ニョキニョキと建つ予定なんです。今回訪れるタワマンも、その一環で建設されたもので、なんと完成したのが今年の5月。つまり新築なんですよ。確かに今は治安面で、いろいろ言われている小岩ですが、再開発完成予定の2025年には、家賃相場が引き上げられるため、治安も向上すると言われています。つまり、小岩の家賃相場が、据え置きの今のうちに、格安タワマンに住んでおけば、将来的なメリットも大きいというわけです。そしてこちらが、江戸川区最大の商店街、フラワーロード。からの、小岩駅徒歩1分の格安タワマンです。駅徒歩1分の超駅地下タワマンなのに、格安ってすごすぎませんか？それでは早速。とその前に、タワマンに連結している商業施設を、ちょっと覗いてみましょう。こちらが、駅前にある商業施設の、ファスタ小岩です。おお、飲食店にクリニック、フィットネスクラブ、そしてネットカフェと、使い勝手が良さそうなラインナップ。個人的にはネットカフェがあるのが、激アツですね。ここにタワマンから直で来れるんですから、これは入り浸り確定ですわ。おお、タワマンらしく、グレーを基調とした、高級感あるエントランス。待合室もおしゃれですね。奥の壁は宅配ボックスになっています。今回訪問するのがこちらのお部屋。それではいよいよ行ってみましょう。あなたの理想不動産。いざ、入室。今回、格安タワマンということで、単身者がターゲットらしく、玄関はコンパクト。早速、土間にあるこちらの、扉を開けてみましょう。これは、一人暮らしには十分すぎるほどの、シューズラック。単身者用で、この規模のシューズラックがついているのは、かなり嬉しいですね。これだけ棚があれば、物置としても大活躍しそうじゃないですか。さて、玄関を上がって、左手にある扉を開けると、水回り。左手には洗濯機置き場。出ました。タワマン名物の、バカデカ鏡洗面台。鏡の下の洗面器も、ちゃんと深さがあって使いやすそうです。壁にはコンセントもありますね。鏡は開くと、このように収納棚として使えます。下の収納は引き出し2段と、片開き収納が1つ。さらに、洗濯機置き場と洗面台の間には、縦長の6段収納がありました。そしてお風呂場もしっかり広い。これはお風呂好きには、ありがたいですね。天井には浴室乾燥機があり、浴槽のそばには手すり付き。よく見ると、シャワーフックも手すり付きでした。これなら高齢者の方も安心です。水回りを出て、向かいの扉を開けると、トイレ。トイレは手洗い場付き、温水洗浄便座対応、お風呂場に続き、
ちゃんと手すりもついています。ここまで玄関周りと水回りを紹介してきました。単身車用ながらもハイクオリティで、メインルームへの期待も高まってきております。本当にこのクオリティの部屋が、格安でいいのか不安になるレベルです。それでは目の前のこちらの、扉を開けてみましょう。お引越しはあなたの理想不動産で。さすがタワマン。日当たり良好。格安タワマンということで、リビングは狭めかと思いきや、しっかり広い。本当にここ格安ですか？私騙されてない？大丈夫？とリビングに行く前に、手前のキッチンから紹介していきます。リビングの手前にあるのが、こちらのキッチン。単身車用マンションらしくコンパクトなのが、若干残念ではありますが、ちょっと見ていきましょう。ガスコンロは縦に2口。その隣が正方形のシンクで、排水口にはディスポーザーがついてますね。そこはタワマンっぽい。ただし作業スペースはありませんので、本格的に料理をしたいときは、スライド式シンク調理台や、シンクを覆えるぐらいの、でかいまな板が必要になります。上には上下2段の、ウォールキャビネットが1つと、レンジフードがありました。フロアキャビネットはこのように、両面扉を開けると、中は1つに繋がっています。通路を挟んで、キッチンの反対側にあるのが、冷蔵庫置き場です。そしてこちらが、改めまして、11.1 畳のリビング。日当たりもいいし、一人暮らしには十分な広さだし、なかなかに快適そうな、リビングじゃありませんか。リビングのコンセントは5つ。各コーナーに、1つずつついているイメージです。テレビコンセントが窓際の2つと、キッチンの側面の計3箇所もあったので、テレビは好きな位置に置けますし、それに合わせてベッドやソファーも自由に置けそうですね。個人的には、左奥のコーナーにテレビを置いて、そこからクローゼットに向けて、テーブル、ソファー、そして部屋の右側にベッドを置くというのが、すっきりしてるんじゃないかなと思いますが、どうでしょう。続いてクローゼットを開けてみます。クローゼット自体は、単身者用のよくあるクローゼットですが、木目が美しいですね。こちらのお部屋は、フローリング以外にも、扉や壁など至るところに、優しい色合いの木目が、ふんだんに盛り込まれていて、とても落ち着きます。視覚効果って意外と大きいですからね。このお部屋なら疲れて帰ってきても、しっかりフルチャージできるんじゃないでしょうか。っていうかこの物件、本当に格安で済んじゃっていいの？最後にベランダに出てみます。何せタワマンですからね。一体どんな景色が広がっているのか。楽しみです。あれ？開かない。あ、クレセント錠をかけたままでした。ベランダも広いなぁ。ちょっとしたくつろぎスペースを確保できますね。ベランダから見える景色がこちらです。左側にタワマンが一棟そびえ立っている以外、周りに背の高い建物が一切ないので、空がめちゃくちゃ広くて開放的。摩天楼が織りなす夜景も美しいですが、どこまでも遠くを見渡せる昼の空も最高ですね。小岩駅徒歩1分の格安タワマン。この部屋に住んでみてはいかがでしょうか？この部屋の間取りはこちら。駅地下で隣に商業施設もついて、共益費込みでこの家賃というのは、かなり破格なのでは、まさに格安タワマンですね。これからも駅地下の格安タワマンを、次々に紹介していきますので、チャンネルを応援してもいいよという方は、チャンネル登録と高評価をお願いします。このチャンネルで紹介しきれない有料物件も多数ございます。新着物件もどんどん更新されますので、物件好きの方、引っ越しを検討の方は、概要欄からあなたの理想不動産公式 LINE を追加してお問い合わせください。ではまた次回のルームツアー動画でお会いしましょう。
Thank you.